視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。さて皆さん、基本セット2020で出た戦術ランドもう使いましたか？まあ、使ってみると思った以上に強いですよね。マジックにおいて土地は呪文を唱えるマナを生み出すなくてはならないもの。しかし長いマジックの歴史の中にはマナを出すだけではなく、とんでもないぶっ壊れた効果を持った土地も多く存在します。今回はそんなマジック・ザ・ギャザリングぶっ壊れた土地トップ5をご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。5位はザ・タバナクル&ペンドレル・ベールです。まあ、土地なのにマナが出ない、いきなりそんなよくわからない土地を5位選びました。タップして使う能力もありませんが、置いておくだけで全てのクリーチャーにアップキープ1マナを要求して払えなければ破壊するという土地になります。まあ、こんなものをね置かれてしまえば、大体のクリーチャーデッキはマナを払って維持するだけで精一杯。しかも1ターン目に置くことができるんで、速いクリーチャー主体のデッキは大幅に減速せざるを得ません。最もよく見られるのはレガシー、土地タンという土地を有効活用でき、かつクリーチャーもあまり展開しないようなデッキで使われています。大量にクリーチャーを展開したら、こちらのエンドに輪作タバナクルを持ってきますなんてことも。まあ、日本ではよく名前の長い土地とか呼ばれます。まあ、言いづらいですし、まあ、正式名称や綴りまで全部覚えたら、まあ、マジックオーダークの仲間入りかもしれないですね。続いて4位はアラビアンナイトで登場したバザール・オブ・バグダッド。この土地にもマナを出す機能はついていません。カードを2枚引いて3枚捨てるという効果、マナも出さない上に手札が減るなんてめちゃくちゃ弱いじゃんと思うかもしれませんが、逆です。めちゃくちゃ強いです。このカードはマナを払わずに自分の手札を墓地に送ることができるというところにその強みがあります。特にヴィンテージにおけるドレッジというデッキにおいては、このカードが手札に来るまで永遠とマリガンを続けることです。ドレッジは墓地にあるカードをリソースにして動き、発掘という能力でデッキから墓地へ大量にカードを落としていきます。そこから墓地で効果を発揮するカードを連打して勝つというデッキになります。従来のデッキや戦略と全くかけ離れた様からドレッジ・ザ・ギャザリングなんて言われたりしますね。ヴィンテージでしか使えませんが、4枚使えるカードが環境を定義しているこのフォーマットにおいて、このカードの影響力は計り知れません。続いて第3位はミシュラズ・ワークショップ。こちらはアーティファクト専用で3マナ出せる土地になります。アーティファクトのみを使って戦う MUD というデッキにおいて、記念にする必要がないブラックロータスが4積みされているようなものというところからも、この強さは伝わることでしょう。その爆発的なマナ加速から相手を縛る3なる高級や磁石のボレー、虚空の杯など軽いアーティファクトを順々に置いていき、そのまま何もさせずに勝つ、そんな圧倒的な初速はまさにヴィンテージの醍醐味とも言えます。そのためヴィンテージは過剰なまでのアーティファクト対策を行う環境でもあります。2位は自分ではマナを生みながら都合の悪い土地を何でもぶっ壊せる露天交渉がランクインです。土地対土地で最強トーナメントを行ったら優勝するのは間違いなくこのカードですね。最強の土地キラーと言ってもいいでしょう。フェッチから持ってきたデュアルランドも、赤タンがキープしたたった1枚の山も全てこのカードで破壊できます。カウンターや除去を打つためにマナをある程度伸ばす必要があるデッキにとって、このカードは天敵中の天敵。2,3 マナほどあればいい速いデッキが十分展開しきった後に露天交渉を投げつけてくるともなってしまえば、コントロールデッキはマナが出せずに挽回できなくなってしまいます。そして土地を再利用できる世界のるつぼやレッド6番のようなカードと組み合わされば、相手の土地を無限に破壊し続けることができてしまいます。調整版の不毛の大地ですらネガシーでは3から4枚採用されていることからも、このカードの強力さが伺えますね。そして栄えある第1位はトレイリアのアカデミー。モマのキーカードになったこのカード、トレイリアのアカデミーは普通にマナを出すことはできませんが、アーティファクトの数だけアハマナを生み出すことができるというカードです。当時はモックスダイヤモンド、数電子キー、スイレンの花びらなどの軽くてマナが出せるアーティファクトが多かったため、アーティファクトからマナを出してさらにトレイリアのアカデミーから大量のマナが出せる状態にできました。そこに組み合わせられるのがアーティファクトからの土地をさらにアンタップできる精神力という6マナのエンチャント。これによりさらにトレイリアのアカデミーをアンタップして莫大な量のマナを出して、最後は天才のひらめきでのライブラリーアウトを狙います。
これが伝説のデッキモマです。当時のトーナメントを荒らしまくった様からモマの冬という当時の状況を表した言葉まで生まれることでした。一時代を築いたモマですが、ウルザスサガの登場からわずか3ヶ月で当時のスタンダードで禁止されてしまいます。またストーリー上でもファイレクシャの進行に伴う時間災害により水中に沈んでしまいました。そのさらに10年後の時の螺旋ブロックにてトレイルヤのアカデミーは海中に沈み廃墟となった姿で再びカード化されています。モマというデッキのことを考えるとそのフレーバーテキストは最高です。かつてその秘密は歴代知られる中でも最高の技術を生み出した。今ではカニが瓦礫をほじくり返して殻を飾るばかりだ。現在ではモックスなど強力なアーティファクトが並ぶヴィンテージで大活躍中で、結構気軽に3から4マナぐらいひねり出してくるんで、やはり一番のぶっ壊れた土地という評価は今も昔も変わりませんね。というわけでぶっ壊れ土地カードトップ5いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。Magic.